わたまちゃん、どうしたの？なんか悪いことした？ギュンギュン、自覚がないのがこいつの怖いところだよな。マイネ、今日すぐ帰る、用事ある。だってタマちゃん、ななみ先生のとこ行かなきゃなんないんでしょ。そんなの関係ない、だって一緒行くんだもん。レデーとか岩野の顔見てるもん。別に明日だって全然平気。いいのかな。いいんじゃないか。痛い目見るのはどうせ自分なんだし。キキキ、痛い目なんか見ないもんね。タマちゃん、本当にいいの？平気だよ、岩野もう忘れてる。そんなわけねえだろ。タマちゃん、用事って何？ひみちゅー、ジムにはね、明日教えてあげる。そうなの？あ、タマちゃんデート？はしゃぎすぎて転ぶなよ。転ばないよーだ。じゃあね、チームバイバイ。タマちゃん、また明日ね。秘密中。できるよ、きっと。じゃああっち。キキキキキ、おっちゃん発見。ムフフ、モデルのポーズ。次、あそこ入る。どうした？なんで？全然平気。あのさ、今日いっぱいお店見た。どこ一番だった？あのね、前ね、バイトする一番どうか？大変そうでやだ。重いの持たされる。
の嫌い。制服可愛くないからいいよ。可愛くないのはいいよ。お店の看板、お尻。お尻、顔にペタンとかされたらどうする？ヒゲの店長でしょ。カフェまず、サラダバー蒸した。やだ、だって前ね、チムたちと一緒行った。チム、和風パフェ頼んだら、羊羹乗ってた、ズドーンって。チム、かわいそうだから、マイとハルさんで一緒食べてあげた。もう絶対行かねえってみんなで言ってた。あのお店、なくなっちゃうよ、きっと。そう、遠い遠いよ。大人のお店いっぱいあった。エッチなお店とかあった。エッチなお店って何する？キキキ、まあいい、ちょっと知ってるね。知りたい？お父さん買ってくる本見た。前の方、難しいのばっかだったけど、後ろ、エッチなのちょっと載ってた。エッチなビデオのお姉さんがお店で待ってるんだよって書いてあったから、ガモに、こういうの行きたかろうって言ったら、バカじゃねえのって言われた。すごいムカついた。真面目にやれ。前のことなんだぞ。すぐわかる。前は優しくないのは嫌なの。決めて欲しいのに。決めて欲しいの。店長さんいる？ああ、あそこ一人で行けるだろう。行ける。
ねでね、ちょうどね、前の子ね、辞めちゃったんだって。ない？すっごくラッキーって感じする。平気だよ、可愛いからすぐ人気者になるし。キキ、決めたもんね。わかってる。そんなのわかってるねーだ。あのね、前はね、しろしろって言われるとね、したくなくなっちゃうの。おはよう。ちょっと待ってね。マイコ、いつまでぐずってんの？早くしなさい。わかってるね。ああ、もう靴ひも絡まった。もうほどけない。この靴嫌い。学校行けない。裸足嫌。ごめんね、朝からこんな調子で。だいたいあの子を結べないから靴ひもある靴なんか履かないのにね。ね、もう不器用なのよ。誰に似たんだか。ママ嫌い。もう帰ってこない。あら、そう。元気でね。お正月には年賀状くらいちょうだいね。だってバイトしたかったんだもん。だってダメって言われるし。お店に迷惑かかるから行ってもいいって。でもね、成績落ちたらダメって言われた。おはよう。
あそこ、店長が変人でウェイトレスチーフが凶悪で客がみんなマニアだって聞いたことあるな。負けても負けてないって言い張るらしいし、あと高速でバイト禁止な。そうなんだけど。たまちゃんどうしたの？お母さんがね、成績悪かったらダメって言った。じゃあ、タマは大丈夫だ。ん？なんで？成績、今以下にはならんだろ。そっかな。タマちゃん、はるかちゃん、タマちゃんのことバカにしてるんだよ。前すっげーかわいそうなのに。あ、ほんとだ、たまちゃん急ぐ。急ぐの嫌い。だってたまちゃん遅刻しちゃうよ。いいよ、ちか、ほっとこ。バイトしたって悪くないと思うんだもん。お母さん厳しすぎ。でもさ、だってさ、前全然悪くないし、バイトなんかみんなしてるしね。高校生は何したっていいんだし、前可愛いし。マキさん、仲良しなのは放課後に。聞かなかったことにしておきますが、アルバイトは禁止です。わかりましたか？はあ。今度同じことがあったら、お家の方に来ていただかなければなりませんから。では、小テストを始めます。再来週の中間テスト、本日の分も試験範囲に含まれています。はーいはーい、先生、前テストって聞いてません。だから帰っていい？たまきさん、抜き打ちテストは前もって知らせたりはしないものなんです。あと、先生には敬語を使うようにしてください。わーい。わーいではなく、はいと言いましょう。はい。
くなっちゃった。ん？チム何？さっきのテストどうだったかなと思って。全然わかなかった。なんかたまちゃんすごい。チムは？あんまり。はるかちゃん簡単だった？そうでもないけど。だってはるさん勉強できるから。普通に授業聞いてれば平気だと思うけどね。でもね、漢字できなくてもいいんだもん。前アメリカで暮らすし。英語全然ダメだろ。そんなの普通。英語できなくても死なないし。たまちゃん、めちゃめちゃ。なんとかした方がいいんじゃないか。あ、そうだよ。毎バイトなの。帰り8時、迎え来て来て。夜とか危な。誘拐される。舞かわいそう。忘れたら絶好。タマちゃん、また明日ね。うん、チム、バイバー。あのね、タマちゃんね、一人でお家帰りたくないんだと思う。きっとお母さんと喧嘩しちゃったから。あんたも大変なのわかるけどね。いらっしゃいまへ。茨の園にようこそ。優しかったけど本当は意地悪だと思う。だって他の子みんな怖がってたし。コックの加藤さんね、かっこいいけど喋り方も難しい。お侍みたいだ。でね、でね、店長さんね、前の店長さんの写真見ながら復讐とか誓ってた。キキ、わからん。わからんけどバイトって面白い。むう。あ、そうだった。
分かった。ただまあ、だってお母さん出てきちゃう。母さん、姉ちゃん玄関うろうろしてるけど、何？あら、マイク帰ってきた？おかえんなさい。バイトどうだった？つまみ食いとかしたんでしょう。ママもしたこと、あら、送ってくれたの？ごめんね、マイク子供で。気にしてくれたんでしょう。ほら、マイコ、いつまで拗ねてんの？お家入んなさい。パパすっごく心配してたんだから。ママ、ごめんなさい。あ、やだ、気にしてたんだ。バカね、マイコは。ほらほら、パパにただいまって言っといで。うん、パパ、ただま、バイトした、面白かった。いつも面倒かけちゃってごめんね。舞子一人だと何にもできないから。そう、明日は遅刻しないようにさせるから。今日は本当にありがとうね。お母さん、怒ってないって。一緒謝ってくれたから。あのね、一緒来てくれてすっげー嬉しかった。寝転がってるからでしょ。服ドロドロになっちゃうよ。早くお家入んなさい。はぁ。たまちゃんすごい人気者なんだ。そうだよ、みんなね、今日からとかかわいいねとか言ってた。店長さんもたまきくんは明るくていいねって言ってたし。レイディ来たよ。あ、じゃあたまちゃん、また後で。でね、加藤さんってコックさん頭弱えてるんだけど、店長さん見たくつるってなっちゃうかもって前心配だ。玉木さん、修行のベルは鳴り終わってます。席についてください。ふみゃーい。先日の小テストは平均62点、最高94点でした。以前も話しましたが、中間テストで平均点の半分に満たなかった人は追試を行います。中間テストと期末テスト両方で平均点を満たせなかった場合、夏休み中
補習を受けてもらうことになります。では名前を呼ばれた順にテストを受け取りに来てください。井上さん、上田さん、大谷さん、小笠原さん、小川さん。マキさん、はーい。キキ、タマキさん、あなた、ん、もういいわ、席に戻って。ん、レデーに意地悪された。タマちゃん、テストどうだった？チームは？恥ずかしい。あのね、37点。ふーん。あ、はるかちゃんなんて？94点。すごい、最高点だ。はるかちゃんすごいね。たまちゃん、はるかちゃんすごいよね。はるさんも意地悪だ。たまちゃん何点だったの？チカより悪い？チム、聞きたい？も聞きたいよね。いや、私は別に。そんなに教えてほしい？欲しい欲しい。私は知りたくないけど。教えてほしい。すっごく聞きたい。ねえ、はるかちゃんも聞きたいって。いや、だから私は。じゃあね、発表します。舞は7点でした。たまちゃん、ちょっとすごすぎ。タマかっこいいな。ノーフューチャーって感じだな。だって前悪くないもんね。抜き打ちだから仕方ないもんね。タマちゃん、追試とか補習とかなっちゃったらバイト大丈夫？なんで？おばさん許してくれる？だけど前頭悪いかな。そう思ったら勉強しろ。だって勉強嫌いだもん。あのね、前だってね、時々お家で教科書とか見るもんね。でも全然わかんないからやめちゃうんだもん。たまちゃん、それかっこ悪いよ。そっかな。そうでもないと思うけど。たまちゃん、バイト頑張ってね。頑張るかもしんない。あとね、あとね、迎え来てね。あのさ、時間作ってくんない？チカがちょっと話したいって。はるかちゃん、そんな大げさじゃないから。
何遠慮してんだよ。話したいことあるんだろ。そうなんだけど。じゃあちょっと場所変えようか。ほら話しなよ。それならタマちゃんきっと言うこと聞くと思うし。っていうかあんたの言うことしか聞かないしね。だからちょっと考えてくれないかな。タマちゃんよろしくお願いね。ちょっとだけ、ちょっと付き合ってくれるだけでいいしさ。ちゃんとお家送ってあげるから。え、だってマイ困る。遅い、待ってたんだよ。なんだ、彼氏？秘密。遅い。今日なんかね、早く終わったんだかね。すっごく待った。そしたらさ、カラオケ行かないとか、どこの学校とかすげえうざかった。来てんだから学校くらいわかるっつうの。ナンパ嫌い。可愛いって言われたら嬉しいけど頭悪そう。でねでね、今日ね店長さんとこ行った。そしたらね、
バイトって面白いけど疲れる。もうお風呂入っておやつ食べて寝る。話すわけないじゃん。バイトダメって言われる。バレるかもしんないけど、点数悪いって決まってないし。そんな先のことわかんない。ねえねえ、なんでそういうこと言う？舞のこと心配？なんで？あ、ナンパされたから。そうかな、にやり。はぁ、じゃあ舞帰る。もう眠。ずっといちご牛乳飲んでれば可愛いまんまなのかもね。あのね、舞ね、今日ちっと遅くていいの。だからね、バイト行く前ね、アイス食べ行こう。タマちゃん、今日ね、ちょっと残って、用事あるの。チョコミント食べたい？食べたいけど、でも…マイね、イチゴミルク。タマちゃん、イチゴミルク好きだもんね。大好き。チカ、私が話すよ。あのな、タマ。なに？お前な、これからバイトまで時間あるとか休みの日とかは放課後居残りして自主補習な。舞はアイス食べ行こうって言ってるのに、この人たちは何変なこと言ってるのかな。ほっとけ。アイス食べ行こうよ。タマちゃん、ち、逃避しやがったな。タマちゃん遅いよ。死んじゃう体質だし。タマちゃん本当？そんなわけねえだろ。あ、そっか。あのね、タマちゃんね、夏休みとか補習になったら一緒に遊べなくなっちゃうじゃない？そしたらすっごく寂しくなっちゃうから。補習なんかずらしちゃえばいいじゃん。でも…あのな、タマ、留年するぞ。
留年。この問題わかる人。楽勝。留年だけじゃなく退学かもな。退学。おら力を抜くんじゃねえ。ヘトヘトだ。嫌ならちょっとくらい勉強しろ。勉強。このバカ女、じゃどうすんだよ。ね、泣き止みやがった。結婚しちゃうとか勉強しなくていいし。誰が結婚してくれんだよ。そんなの秘密。なんだそれ。それじゃあ何の解決にもなってないだろう。しかもそれでいいと思ってるか。ちゃんとしなきゃ全然ダメだし、タマは甘やかしちゃダメなんだよ。わかった。はーい。おはーい。だからさ、もういいから放課後勉強教えてやってよ。二人ともそれでいいよな。勉強すると死ぬのに。死なない。諦めろ。あのね、タマちゃんね、頑張るから優しく教えてあげてね。ちょっと遡ってやった方がいい。多分こうなるだろうと思ったから1年の時の教科書持ってきた。すごい。やらせる気があるならこっちも本気じゃないと。あ、はるかちゃんの教科書ボロボロ。いっぱい勉強してるよね。別に普通だよ。あのね、1年の時はるかちゃんすごかったんだよ。クラスインして陸上部やって、でも成績1番だったし。
か。いいよその話。多分この辺りはもう分かってないと思うから。やっぱ最初からじゃないかな。大変だと思うけど頑張って。たまちゃんも教えてもらえるから嬉しいよね。きっとねえたまちゃん。あれ、あのバカ女。口でにやりって言うなよな。たまちゃん逃げちゃった。どうする？どうしよう。追いかけるなら急がないと。あのバカ、逃げ足だけは早いんだから。どうして？だってタマちゃんどっか行っちゃう。すごい。タマがなんか考えてるっていうのは驚きだけどね。でもどうしてタマちゃん玄関って分かったの？すごい。タマちゃんって森の動物みたい。動物以下かも。勉強嫌い。勉強やだな。シャーペンって言う？自分だって知らないことある。前ばっか勉強させるな。
ットイズクレア。イットイズクリアザットヒーハズ。イットって何？すっごいって感じ？じゃあ、イットじゃなくすっごいにすればいいじゃん。すごいってなんて言う？じゃあさ、じゃあさ、グレートイズクリア、ザットヒーイズでいいじゃん。なんでイットなのか全然わかんない。でさ、イットってそれじゃん。お母さん前それ取ってって言ったらそれじゃわかんないって言うよ。だからそれじゃダメだよね、きっと。パルさんに聞くのはズルだ。アイス食べたかったな。来てくんなかったらもう勉強しない。